超雷神3朝倉未来平本連2024年7月28日埼玉スーパーアリーナ総合格闘技イベント超雷神3が28日に埼玉スーパーアリーナで開催されたファンが待ち望んだメインイベントのフェザー級1マッチで朝倉未来 JTT は平本連合機会にワンルコ負け バックステージ会見を欠席して、挙手を明言せずに会場を後にした。衝撃の 1R138 秒決着となった。序盤は様子を見合った両者だったが、平本の踏み込みの左フックを被弾。その後も連発パンチでダウン。さらにパウンド被弾して TKO を喫した。試合後は座りながら呆然の表情を見せた。 そして駆け寄ってきた平本と抱擁した。救護室でも呆然の表情のままベッドに寝て、熱傷した唇の治療を受けた。その後はバックステージ会見を欠席して、挙手を明言せずに帰宅した。坂木原信幸 CEO は控え室で話をしたことを明かし少しクールダウンして話をする。引退を取り消す気持ちにさせられるか。 未来はこのまま終わってほしくない。休んでないのでフィジカルのオーバーホールをして休んでから話をしたいと負けたら引退という朝倉を時間をかけて引き止めると話していた。この対戦が決定すると覚悟の言葉を並べていた未来。年末にトップ戦線に食い込みたいので、復帰戦に楽な相手を用意してもらったので、ボコボコ痛めつけてやろうかなと思います。 もし万が一平本に負けたら格闘技人生を引退しますと試合前の時点で引退をかけると宣言していた。